じゃあ次どこ行こうか。ここの窓ガラスも何個か壊せるから壊していこうか。よし、この雰囲気あれやな、ワンの時のサビサビ港とかマッドナイトマンション風が感じやな。ここはそんだけやっけ、あいつだけやっけ、他なんかなかったっけ。あ、尋常か。よし、このブラック尋常も結構集まったんじゃね。それ6体か、危ない。ここは通れへんから危ないよ、注意注意。で、ここは特にもう用はないかな今は。じゃあもう一箇所見に行こうか。確かもう一箇所どっちや、あっち側か、この辺にあったね。さあ、ここにジグソーはあったような気がするけど、どうやっけな。危なー。オッケー。あそこにジグソーあるやんな。で、ここネジ壊せるから壊そうか。そうするとここに繋がるんよ。クラッシュ小屋の横やな。クラッシュ小屋じゃないそれはあれ、きらみ鉱山や。クラッシャーのところの横やな。オッケー、これでこっからデイリーできるようになるんですよね。下があのショックジャンプやから。なんでここで落ちても大丈夫。なんでこっから屋上に行くか4階降りるかが行き来できるんですよ。便利やな。で、上のジグソーというか音符、音符じゃない、ジグソーか、ジグソーやけど、どうやって撮ったっけ。昔はベビーカズイで飛んどった気がするんやけど、どうやったっけな。あ、カズイか、正規法って。そんな感じがするわ。そのためのショックジャンプか。幼少期から変な取り方ばかりしてたな。オッケー、1しかないのがきついな。マジでセパレートで体力半分以下になるのきついわ、2人で。よし、こや。よし、あ、うっそー、マジかよー。くっそ、まあ体力回復したからいいでしょういや、マジでカズイの動きが身軽すぎるわ。よし、でちょっとあのスティック倒しただけでめっちゃ動くもん。オッケー、どういく、もうそのまま直でいけるか。オッケー、よーし、じゃあここで戻るぞ。じゃあ一旦ここで合流してあの屋上戻ろうか。屋上戻って神社を取りたいねんな。確かここでな、煙突のここがあれな、ここで壊せる？オッケー、いけるな。結構爆弾とか使っとけ、一応 X 制限っていう風にあるからな。オッケー、
緑神社も全回収。痛い、危ないよ危ないよ。あんな暴力的なのはあかんでーでどうしよっかな。あとせなあかんことは、外をまだネジ外してへんところ一箇所ぐらいあったような気がするよな。どこらへんかは覚えてへんけど、なかったっけ。全然記憶違いかもしれへん。それが終わったら、まあこの変身の洗濯機になって移動してはええと思うけど、そこも出口あったあった。ここら辺なんかあったような気がするぞ、ネジが。この辺、あ、ネジはない、あ、あったわ。これなんやっけ、あ、扉かネジじゃなかったわ。オッケー、よし、じゃあここはオッケーで、あと何が残っとる。神社1匹と4つか。1匹はまだ分かっとうからな。さっき1匹からしてまおうか。よし、セパレートでいかなあかんよな。よし、あ、でもこいつ倒したらこういう毒みたいなやつが隙間あるやな。厄介だ。オッケー、あそこはバンジョーからいかなきつかった気がするな。助けて助けて、危ねえ、あいつ嫌い。よし、で、なんでセパレートにしたかというと、スイッチを押さないと神社がね取れないですよね。多分取れへんかったはず、確かどこやスイッチ、ここら辺か、あったあったあった。ここのスイッチが押すことで、この上にある扉が開くから、これでやっとカズイが神社を取れるんですよね。で、これ取る方法どうしようかな。グランバーブーツで取ってもええけど、別に空飛んでもええからな。あー、体力が1なのはきついな。ちょっと地キロ。マジにってきついって。屋上に行って空を飛んで行きましょうか。どの辺やっけ、こっちか、いや、こっち中央広場や、正反対。あ、そうやな、そこやな、そこの、よいしょ、あそこそこそこ、オッケー、ブラウン神社、え、ブラウン神社も揃うんじゃね、オッケー。よっしゃ、これやけど降りれるっけ。無理やんね、無理やんね降りるのなんかしたことない記憶やから。オッケー、まあ取ったからいいでしょ。で、
じゃあ次洗濯機になろうか。洗濯機になってワーカーを清掃していこうか。綺麗にしてあげましょうか。ワーカー何人おるっけな。6人ぐらいおるっけな。結構大変やったような気がするな。オッケー、洗濯しますよーっと。どっから行ったらいっけ。さっきこっち2階フロアのこの辺から洗濯しようか。見にくい見にくい。オッケー、洗濯してやるよ。洗濯機じゃないか。僕の作業服をさっさとクリーンしてくれないか。中に入れてみる、洗ってみるよ。大丈夫かい、破れたりしないよな。何でもいいからさっさとしてくれる。すっぽんぽんになるっていう。オッケー、綺麗になった。ああ、綺麗になったよ。他にはスタッフは5人いるから見つけてやってよ。やつの作業服も汚いはずだからよ。偉そうに。オッケー。けど服綺麗にしても。いった、びっくりした。体が汚かったら意味ないけどな。オッケー。で外行きましょうか。ここ外行って変なとこにおるからな。いったー、びっくりした。こいつらほんま腹立つな。よし、僕のままへっちゃらやから。でここに隠れとんよ。かなり汚れてるけどよろしく頼むぜ。かわいい。あー、綺麗になったよ。他にもスタッフが4人いるから見つけてってよ。やつの朝業者も汚いはずだぜ。同じセリフばっかね。オッケー、じゃあどんどん綺麗にしていってやろうか。さっきワリオさんも綺麗にしたろうか。ワリオめっちゃ全然汚くないな。勝手にワリオって呼んどるけど。名前全然ちゃうで。名前何やったか忘れたけど。何だかな、全然覚えてねえや。じゃあ、こっから1階2階とか回っていこうか。1階か3階とかか。いったー、痛い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 。あぶねえなおめえよ。じゃあ1階フロアやから綺麗にしていきましょうか。でここはあの洗濯機しか乗れへんエレベーターやからな。でここ落としたんでこれで渡れるんですよね。さあかなり汚れてるけど、で綺麗にしましょう。OK、 あと3人。多いね。ああ落ちちゃったよ。マジジャンプ力がないねんな。よし、じゃあここは、あ、こっちか。ワーカーの部屋におるやな。こっちだったかな。オッケー、かなり汚れてるけどよろしく頼むぜ。見えへん見えへん。状態が見えへんぞお前。あー、綺麗になったよ。スタッフあと2人。あと2人と。あー、危ない危ない。あとどこどこあったっけ。ジグソーそんななかったような気がするけどな。あ、まず3階行こうか。3階にあるはず。クラッシュ小屋なんかすることあったか。あれガスのやつジグソ取りに行かなあかん、忘れようと。あー、びっくりした。パンツ攻撃やからな。オッケー。であそこをやっと
あれ、こういう洗濯機から通れるんですね。ドアオープン。よーし。で、汚らしいところに。いいですよね。おい、話しかけてよやろ。かなり汚れてるけど。ポンポーンと。OK、おー、素晴らしい。作業服が汚れているスタッフ、あと一人だけ。あと一人はどこだっけな。この辺は何もないっけ。そんだけやったんかい。覚えてへんな。そんじゃ、戻って、さっき4階行こうか。4階のクラッシャーのところの部屋行って、まあ、部屋はちゃうけど、さっき出したジグソーを取りに行きましょうか。どう行けるんだっけな、こっちか。ここの、そこが開けれるようになるから、品質コントロール、どうぞお入りください。で、さっきのところの向かい側に出るんですよね、ここの。 OK、順調やね。さあ、いた、びっくりした。痛い。くそ、邪魔なやつらめ。どこや、ここか。じゃあ5回行こうじゃないか。最後の一体を救出しに行こうか。救出でもないか、選択肢に。どこにいるっけ。あー、だって死んじゃう。危ない。危ない、あいつら。オッケー、ドアオープン。さあ、最後一体頼むよ。オッケー、さあ、綺麗になれ。オッケー、おかげで俺たち全員の作業服が綺麗になったぜ。お礼にこれを受け取ってくれ。センキュー。60個、いいね。あとジグソー8、ジグソー8、何があるっけな。あと残った、なんか痛いって、なんかあったっけ。あ、やばいやばい、逃げよう。何があるっけ。あ、2個、もう下水のところ、2つか、下水処理施設と、あ、扇風機のところの1つで、ってことはもうクリアじゃね、ここ。今のところせえな、それ以外全部回収したもんな。オッケー、何時間した。1時間半。うーわ、かかっちまったな。もっと早く終わらせたかったけど。オッケー、まあなんとか行きましたね。よし、じゃあ戻って、次はどこになるかやけど、どうしよっかな。なんか手に入れたっけ。グランバーブーツか。グランバーブーツやから、なんか取れるっけ、他のところ、他のステージでなんか取れるっけな。テリーのオアシスは、まあ、あ、ここも取れるか。ここ一つ取れる。あと、もう一つ何だっけ、前回したの。思い出せ、あ、え、原始人と、あと1個何残っとうけ、テリーのオアシスって。あ、あれか、水か、水やから、まあできひんわ。で、ジョリーのリゾート、うーん、いけんことないんかな、わからんけど、まあ難しそうやからな。
ってことは一応できんことないのはテリーの和室の1個だけか。まあそれはまたもうちょっとスキルが手に入ってからも一気にまとめてマウンもありやな。オッケー、やとりあえず出ますか。いや、グラさんなんとか終わりましたね。あとはもうスキル手に入れるだけやから。ふう、なんとか1時間半。まだ早い方じゃね、早くはないか。早かったらもう1時間以内で終わらす人もおるしな。オッケー、さあジグソー60個から、どうしよっかな。あれ、ステージ開けていこうか。神殿エリアに行って、もう最終ステージも開けれるはず。記憶が正しかったら最終ステージ55やったと思うねんな。ラスボスが70何歩かやったような気がするけど、まあ36なんでいける。36、45、55やったっけな。 OK、 さあ好きなステージ来たー。もうここがな、マジで一番好きかもしれへん。ホットアイス山言うて、あれやな、キラリンコーナーちゃうわ、さっきのあれグラサンでもあったやん、ホットアイス山がなんちゃらなんちゃらみたいな。それがこのステージになるんやけど、いや楽しみやな。あ、じゃあ全然ちゃう、全然こっちやよいしょ。だんだん難しくなるやな。あ、ちゃう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 、こっちこっち、あ、ちゃう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 、ここここ、よし、よーし、一番好きなステージ来たぞ、ステージ7。ご案内があるだろう。さあ動画的には久々の映画来るぞ、映画。何パートぶりやろ、結構してへんかったもんな。さあ偉大なるお方から愛ある導きがありますので、偉大なクリスタルジグソーのパワーを見るが良いってことで、さあまずアイランド崖エリアで、そこやな。あ、そういや、そこら辺あれか、神社を取れるやん。神社をまた取らなあかんな。神社とかはまた次回攻略前に取るとして、じゃあ次、もう次のパートも一応出しとくか。 OK、 お前は確かに選ばれし者だ。ジギビギチャレンジ8を受けるのに十分なジグソーも持っておるな。 45? やな。 OK、 これが最終ステージやな。第8ステージ結構で一応難しいステージやな、ここが。ステージ難易度的には、あ、じゃあじゃあこっちこっちこっち、右右右ここはな、マジで難しいんよ。あれ、あ、出ちゃう出ちゃう、ああ。オッケー、いやもう終わっちまうのか、バンカズ実況2縛りプレイも早かったな。パッと頭は楽しいゲームは、なんかスイッチで出てほしいけどな、スイッチオンライン。マジでまずスイッチオンラインでミニゲームがしたい、みんなで絶対楽しいやん。できひんかもしれへんけどよ。オッケー、ジギビギチャレンジ8をクリアしたの。では偉大なお方よりステージへのご案内があるだろう。さあ本日2回目の偉大なるお方からの導きがありますね。さあどんなところに導いてくれるのやら、さあ楽しみですね。偉大なクリスタルジグソーのパワーを見るがよい。
さあどこに続かれたら荒れ地エリアなんですよね。で覚えとおうかな、みんな。あのこっちがあの音符取ったところ、あの青いところ、あそこが最終ステージへの道やってん。けどステージなくねって思うやん。全然ないやん、ステージなんか。どこにあるんやろうと思うやけど、カシューで光ったらシャボン玉が出んねん。それがステージの入り口っていうか生き方になるやな。オッケー。でお前はしあほんまに選ばれし問題やろ。オッケー。ジギビゲチャレンジ9受けるのに十分なジグソを持てるような55やったんちゃうか。オッケー、覚えとるもんやね。さあじゃあ2つのステージ第7と第8開けて、次回はそっからやな、攻略。崖エリア、あ、先にも神社を建てまおうか。もうすぐにパッて実況できるように。まあいい、そこは時間はかからへんねんけど、まあ、パパーって早く行きたいから、とりあえずいい BGM だよ、ホットアイス山ーと。で、ここにあるグランバーブーツで、うー見えへん見えへん。よっしゃ、危ないよ。オッケー。でこの上に神社がいるから、神社を回収、黒貝。よしよし、これでとりあえずここもオッケーな。じゃあ次回ホットアイス山から攻略をしていきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。